今日はですね、AI 技術の急速な発展、こちらに懸念を示して、アメリカの有名企業家イーロン・マスクさん、そしてアップリ創業者のスティーブン・ウォズニアックさんなどがですね、共同声明を出してですね、この AI 業界の今のこう無機動なアート拡大、あの開発、 え、進化。こちらに対して懸念を表明して、6ヶ月間現状を維持してですね、安全性とかそういったものに関して、えー、十分検討すべきだという所感をね、そういったオープン a i とかそういったところに送ったというようなですね、ニュースが流れてきましたけれども、まあこれは、えー、どういうことかと言いますと、僕、おそらくですけれども、まあ単純に出遅れたんで、えー、その間待ってくれと。 それを各国政府とかですね、そういったところにも含めて規制すべきだってことを言ってる間に自分たちも追いつこうということなんじゃないかというふうに、えー、推測します。脳科学の分野、あるいは心理学、そういったあ、あと解剖学だったり、こういった知識を総動員しても人間の脳すらですね、えー、解明されてないと。まあ分からない部分はいっぱいあると。で分からないからといって、えー、規制していいものかどうか。 まあ今回もですね、Open AI のシステムは、マイクロソフト f t Azure の、まあクラウドのチームがですね、NVIDIA とかのチップをですね、GPU とかをですね、1万個とかね、使って、えー、特殊なコンピューター作,作って学習をさせてるなんて話もありましたけれども、まあ大規模な資本が必要になってくるわけですけれども、まあそういったことを言ったら地下に潜るだけで、地下に潜って、そういう邪悪なものがですね、 ジャク AI みたいなものができるかもしれないですよね。なので、えー、その、表に出てる会社とか団体に対してそんなことを言っても意味はないんだろうなと。勝手にそれは、えー、進化していくんで、まあ、ホワイトハッカー的にですね、えー、対抗する AI っていうものをどんどん進化させていかないと、ダークな奴らが裏でそれを上回るような、例えばなんか武器の作り方とか、核ミサイルどうやって作ったらいいのとかですね、えー、自動ポルノ、 を、えー、バンバン生成する AI とかですね、もう多分作ってるやつはいると思うんですよね。表で使われてる、えー、AI では規制されてるような機能もですね、完全に解放された、えー、ダークなこともできる AI なんていくらでも作られると思いますので、うん、あの、規制の方法ちょっと違うのかなっていうふうには思います。オプエはもともとね、あの、イーロンマスクさんが、あの、ファウンダー、 ああ、というか、ま、提唱して作られたみたいな歴史もあるわけですけれども、まあ、あの、今はですね、マイクロソフトの参加になっているということで、まあ、そこに、そこに、ま、経済的に脅威を感じた人たちが、綺麗とを言いながら、ああ、牽制をしているというのが現状なんじゃないでしょうかと思いました。ということで、行ってらっしゃい。